田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム355、いよいよ改定プラハン西畑清純ちゃま原告クリスマスツリー裁判、とりあえず被告汗ヤッシーからのご報告笑いと題してお届けをいたします。7月の11日の日にですね、午前10時から神戸地方裁判所の101号法廷でですね、第1回目の裁判が行われたわけでございます。まあ、わずか、まあ、5分か10分で終わったということでございます。でこれに関してですね、まあいろいろと愚かな、まあ、新聞記者ってのがいるんですね。三月彩乃さんっていう、よくこの世界一のクリスマスツリーに関してですねツイートをくださる方、この方がですね、実際に傍聴に行かれたそうでございまして、公判後に報道関係者5人くらいが原告弁護士囲んで話してましたけど、弁告弁護士もなんか4人のうち2人くらいしか来なかったというお話でございますけど、記者が弁護士に向かって被告側が誰も来ないって失礼ですよねっていうのが聞こえましたね、報道は西畑びいきになるかもしれませんってなってないと、この記者よっぽどおバカでございますね。これもヤッシーがすでにお伝えをしているように、この裁判の期日というのはこういう事件の1回目というのは、まあほぼお互いが文章を読むだけで終わるらしいんでございますけど、同時にですねこの日にちは勝手に決めちゃうんです。で野心の方もですね、遅まきながら東京と大阪の弁護士が2人、これだってお金かかるんですよ、着手金含めて。はっきり言って多分皆さんが想像するより高い金額でございます。でつまりこれはどういうことかと、原告西畑清純ちゃまは伊丹支部に出したんですね。それは彼が川西市日内という場所に、珍しいですよね、日内市っていう字書くんでございますけど、なんか初め人間ゴンかなんかが出てきそうでございますけどね、ジェットソンズかなんかが日内市で肉焼いてんのかなっていう、石の上でっていう感じの川西日内で、ですからこれは伊丹の支部が担当になるんですね。でそこに出したと。でまあ、弁護士は実際大阪全員用に、淀屋橋山上合同ってところの磯弁の人2人とあとなんとかって弁護士事務所2人なんでございますけども、お墓の関係とかお葬儀の関係とかの、メディアに出てるような方なんでございまして、なかなか皆様多岐にわたってる香ばしい感じでございますけれども、で私もともと伊丹支部が、いや伊丹支部ってのは結局ほら交通裁判とかそういう関係なので裁判官が1人しかいない、だから単独審になっちゃうんで、やっぱこれは事案を考えると複数裁判官がいる、よくある裁判長がいて横に副審が2人いると。なので、神戸地方裁判所の本庁で扱いたいと思いますという文章が事務官の方から来たんですね。なので私は、いやそんな3人も弁護士の、じゃ裁判官の方に手を煩わせるのはこれ税金の無駄なので伊丹支部で結構でございますっていうご意見を聞かせくださいって文章が来たんだけど、伊丹支部で結構でございますって書いたんだけど、いつの間にか神戸になっちゃった。でこれは我々の側に通告で7月の11日ですって来たんです。でこれは1回目の裁判ってのは向こう側が私を訴えてますから、訴えた側の弁護士と裁判長で日にちが勝手に決まっちゃうんです。日本全国そういうものなんでございまして、そして裁判長の方もその日は弁護人も含めて2人の弁護士、たまたまですねその東京の弁護士も東京で他の、裁判が入ってて、大阪の弁護士も他のが入ってて、なので欠席をするということで、欠席のことがもう向こう大前提なんですね。で答弁書というものを出したわけでございます。でこの答弁書はもう皆様ご存知のようにですね、全面否認ですと。でこれに関しては次回以降述べてまいりますと。でこれが雛形なんですね。だからこの被告側が誰も来ないって失礼ですよねっていう記者はよっぽど本当に意識高い系の情弱な方なんじゃないかにゃーという気がいたしております。でそしたらまあこのイーナさん、
ぶっちゃけ被告は代理人の代理人でも立てとかないと非常に悪印象ですね、もったいない、相手に有利に進みますよって飯名さんのなんかすごい心配してくださってますけども、まあ別にこれはあの一般的なんだそうでございます。私もまあこれ知らなかったんですけど、なので2回目以降は私の方の弁護士もちゃんと出れる日にちを双方の弁護士と裁判官が日程を決めるということで、何かあの一部の方の間で今度9月の2日だか3日だって、これは裁判が開かれる日ではなくて双方の弁護士が集って裁判官の下で公判前整理を行うということでございますので、実際第2回は多分大体みんなだ、なんで裁判で時間かかるのかなと思ったら2ヶ月後なんですね。あの HIV の裁判でも結局 HIV の裁判6月にあったんで今度8月なんでございますね。でというふうに2ヶ月ごとなんでございまして、だから時間かかんで、まあ多分9月の5日にはなるんだろうと思います。まあこれは私の方の、弁護士2人が相談することかと、先方の4人と裁判官とってことです。あの昨日はあの ABC 朝日放送と、それから昨日じゃない、ごめんなさい、11日ですね、朝日放送とそれから NHK があの動画で、放送していただいたそうでございまして、朝日放送の分はあの、あれですね、何でしたっけ、テレビ朝日のホームページにも動画付きで載っていましたし、 NHK の方も動画付きでホームページに載ってて、Yahoo のところにも ABC の動画付きで載ってるという形でございましたけども、このなかなかあの ABC の場合にはね、あの担当の方と記者という方からメールが来てて、私ちょうど10日の日は私あ11日の日は私も午前中対談があったりですね、いろいろ仕事があったりして、午後になってメールが来て、もう10時からの裁判で多分5分か10分で終わってるんですけども、コメントをということで、まあどうしようかなと思って、率直な私の考えを、雑誌や番組で述べたまでですと、まあ、もうちょっと本来長い、多くの市民も疑問を抱いたであろうのと同じ思いを私は、雑誌や、番組で述べたまでですというふうに書いたら、まあ、その率直な僕の考えを雑誌や番組で述べたまでです感覚をというのを朝日放送テレビの取材に対してコメントし、次回以降の裁判で争うとしていますと、まあ、今日の口頭弁論に田中氏側は出廷しませんでしたがって書いてありますけども、まあ、あの朝日放送は、去年神戸であった巨大クリスマスツリーのイベントをめぐり名誉を築け続けられたとして田中康夫氏が訴えられました。昨年12月、それがアナウンサーが最初に読んだと思いますね。神戸港では推定樹齢150年のカギカッコ、アスナロの木カギカッコ閉じってなってるのがすごいですね、クリスマスツリーとして飾り付けられ、阪神淡路大震災からの復興の象徴として展示されました。このイベントのプロデューサーを務めた西畑誠純さん37は元衆議院議員で作家の田中康夫氏、なんで西畑誠純さんは3で私は死なんですねよくわからないんですけども、田中康夫氏62が週刊誌や動画の投稿サイトなどで復興大義名分に食物の命をもてあそぶ証拠そのものなどと論評したことについて名誉を傷つけられたと主張し、謝罪や110万円の損害賠償などを求めています。今日の口頭弁論に田中氏側は出廷しませんでしたが、朝日放送テレビの取材に対して率直な僕の考えを雑誌や番組で述べたまでですとコメントし、次回この裁判で争うとしていますって言うんだけど、これあれなんですよね、復興大義名分に食物の命をもてあそぶ証拠そのものって、実はこれサンデー毎日の編集部の担当編集者がリードの文章で書いたものでございまして、私自身の文章ではないんで、なのにサンデー毎日と毎日新聞には全く向こうは最初、うんだらかあだらって通告書を起こしたのに訴えてない、私の発言をもとにわざわざ富山県氷見市にまで行っておっしゃる通りで、まさにこの山林が焼けた奇跡の一本というのは大嘘こんこんちきってのを書いた東京新聞のこちら特報文にも何も言ってきてないって、なんで私だけがって、これあのどなたかが書いてましたけどね、西畑さんなぜ田中康夫さん一人に対して訴訟を起こしたんでしょうか、当時相当数の国民が同じ趣旨の声を上げ SNS を通じて意見していたのですがって、仙太郎さんという方、まあ同様の方が皆さん書いてらっしゃいましたけど、 NHK の文章はですね、世界一釣り記事削除求め裁判ということで
去年神戸市で行われた高さ神括弧世界一神括弧閉じを目指すクリスマスツリー、なかなかみんな記者練ってますよね文章。クリスマスツリーを展示するイベントをめぐって企画した男性が元衆議院議員で作家の田中康夫さんが書いた記事に名誉を傷つけられたとして記事の削除などを求めた裁判が11日から始まりました。田中さん側は、訴えを退けるよう求めました。訴えを起こしたのは植物の輸出入を手掛けるプラントハント、おーそうかインターナショナルですね。このイベントを企画した西畑誠純さんです。去年12月のイベントでは東日本大震災などの被災地への鎮魂などを目的に富山県から推定樹齢150年の巨大な木を神戸市中央区の公園に運び入れ、神括弧高さ世界一のクリスマスツリー神括弧閉じを目指して3週間余りにわたって展示しました。このイベントについて元衆議院議員で作家の田中康夫さんが鎮魂復興を大義名分とした植物の命をもてあそぶ昭魂そのもの神括弧閉じとした記事を雑誌に、だからこれは毎日新聞出版社のサンデー毎日編集部から私は依頼を受けて書いた原稿でございました。持ち込み原稿でもないわけでございますね。サンデー毎日だからそんな高い原稿料じゃございませんけども、持ち込み原稿でございまして、でこのリードの部分は編集部が書いた文章なんでございますよね。まあこれも今後言っておかないと本当に整合性が取れないわけでございましてね、編集人発行人っていうのが書いてあるのにそこは訴えられてないっていう、編集人発行人っていうのは明記してないけど、あれな東京新聞も彼の名誉を傷つけるようなことっていうか事実を書いたわけでございましてね、このイベントについてということに西原さんが名誉を傷つけられたとして訴えを起こしました。西原さんはインターネット上に掲載された記事の削除のほか慰謝料などとして110万円の支払いなどを求めていて、11日神戸地方裁判所で始まった裁判で田中さん側は訴えを退けるよう求めましたということになっております。ヤフーに載ってる ABC のも同じでございますですね。テレビ朝日の方の文章はちょっと短くはなっておりますが同様な感じでございます。でまあこれまとめサイトっていうのがいっぱいできてて、なんかまとめサイトも作るとお金が入るんだそうでございますけども、私弁護士費用払ってますけども、まとめサイトは私は作っておりませんが、いろんな方から文章をいただいておりまして、それですね、そちらもちょっとくださいませ。これが1個だけなんか西畑さんは素晴らしい著名人の人がみんな推薦してるって名前まで書いてあって、この方々もごめんありがた迷惑みたいなサイトがあって、そのサイトだけは載っけたくもねえぜみたいなのがなんかまとめサイトにありましたけど、この桂春蝶さんっていうんですか、私お目にかかったことがないんですが、私桂米朝師匠は本当に梶垣薬丸さんのですね番組で知り合ってからお世話になって、知事になった後も頭の固い県の職員をほぐしてやりましょうっつってですね、当時桂小米朝さん、とですね、お越しになられた桂雑魚場さんも来ていただいたんですけど、まあ、雑魚場さんもなんか香ばしい読売テレビの番組に出てますけど、この桂春蝶さんすごいですよ。このツリーは震災の鎮魂も目的、提供の氷見市長は鍵括弧放っておけば人知れず材木として切り出されたもの、多くの人の心に残って嬉しい鍵括弧閉じと語る。氷見市長はハウステンボスに最初持っていくはずだったのがこの、なぜか神戸になってしまったって事情は桂春蝶さんご存知なんですかね。木はこのあと神社の鳥居になるという、ここもみんなおかしいんじゃねえのって、最初木を残すってのにどういうことよって、のそれを田中康夫氏復興を大義名分に植物の命をもてあそぶ昇魂そのもの、これさもう本当にサンデー毎日コピーライトってつけたいですよね。的外れですって怒られちゃいましたよ。いや怒られちゃいました。でこれに対してこばっちゃんという人が桂春蝶さんに対して、私が耳にするのは鍵括弧震災の鎮魂ではない鍵括弧という意見ばかりなのですが、氷見市長の発言括弧これは震災ではなく木への鎮魂ではクエスチョンの他に震災の鎮魂と言える例はありませんかクエスチョン、ご教授くださいったら、
桂春蝶さんすごいですねこれ本当に、あの元に当たらないというと、公式がそう言ってるので周りがどう言っても仕方ないことだの、公式がそう言ってるってどういうことですか、これ公式サイトなんですか、よくわかりませんけど、しかし情緒的にこんなものは認めないというのはその人の自由だとも思いますって、公式が言ってることに中身が伴って、あ、公式ってあれか、その西畑清純さんの公式ブログだかホームページでございますかね、よくわかりません、公式が公式で言ってることに、あ、そうかそうか、公式に西畑さんが対外的に言ってるってこと、西畑さんがいろいろ秘密でお話になってることも、いろんな方がですね、クラウドファンディングじゃないけどお金はいりませんけど、いろんな方からいろんな客観的なデータを頂戴しておりますので、これも裁判でどうのように解禁していくかってことですけど、公式で言ってることに中身が伴っていなかったことが騒ぎになってるのに、公式で言ってるので仕方がないは変だと思いますと、よく日本語落語の世界ってのは、まあ歌丸師匠とか米朝師匠はこれを戦火でどういうふうに聞いてるのかなという感じがしますけど、どういう方なんですかこの桂春蝶さんってのは。まあ早い話が田畑慎太郎さんみたいな方ですかね、ZOZO タウンの、あるいはまあもしかするとツイッターのあれですね、笹本優さんあたりは桂春蝶さんのにはいいねとかをつけてるのかなという感じがしなくもありませんけど、まあこういうなかなか香ばしいツイートもいただいておりますが、まあいずれにいたしましても9月が今度は裁判ということでございます。ですので、まあ向こう側が書いてきた文章もホームページに載せてございます。まあ多分これをアップする時には皆様の方にもですね、私が、裁判所側に出したですね、答弁書というものもきちんとブスカの方でアップをさせていただきたいと思っておりますが、まあ、何しろもっとそれよりも大切な日本の在り方をですね、豪雨を伴ってですね、地産地消ずっと、あ、地産地消じゃない、地産地水のことを野心がずっと言ってきたようなことを今この間お届けしておりますけども、他にもいろいろ扱わなければならない水道法の問題とかがありますので、このあたりもですねおいおいお伝えをしてまいりたいというふうに思っております。ということで、本日はですね、なんか意識高い系の記者の方が、被告側が誰も来ないって失礼ですよねっておっしゃってたというふうに、本当に綾野さんが心配してくださって、イーナさんも心配してくださってたので、いやいやこれはそういうことではございませんということでですね、裁判の慣例は1回目の民事はそういうことなんだというお伝えをいたしました。クリスマスツリーサイトの方もですね、今までのものが全部載っておりますのでご覧いただければと思います。